ですけど、なんかよくいろんなインタビューで言ってるのは、マーケティングってもう本人がやるしかなくなるよねって話を、もうそうなるだろうなと思ってるんですけど、あので、まあ実際そうなりつつありますよね。それをやる著者の本は売れるけど、やらない本は売れないとか、やっぱりよほど強力な人じゃないとこう差ができつつあると思うんですけど、まあケイクスの連載も割とはっきりしてて、あの読まれるのはやっぱりよくつぶやく人の連載なんですよ、まあ基本的にね、あの同じぐらいの人気度合いだったらだからそういうやるべきことと、そのお金の流れをこう一致させるってことはかなり意識してシステムは作ってますね。なるほど。やっぱり有料のところは口コミしにくいじゃないですか、普通は、あのペイウォールがあるから、そこをいかにこう避けて、あの著者がまずつぶやきやすくして、それをみんな広げやすくするっていう、その2つを見た双方として、まあこれ作ったんですね。